なんでこんな話をしたかというと、実はこの話というのは、その因関数が定める曲線の接平面に話を拡張することができまして、で接平面の話はこの授業の最初の方で実は前にしたんですけれども、まあ、それをまたこの形で別な形で導くことができるということをちょっと話したいと思います。今D をですね R3 の回集合としまして、この FXYZ って今度は3変数の関数なんですけれども、これは回集合 D から実数値を取る関数とします。そしてこれは XYZ の3変数関数として、まあ、C1、9、すなわち、まあ、1回変微分可能ということにしておきます。あと、このラージ F の0点集合っていうのを、先ほど の平面上の曲線と同じようにですね、このラージ FXY イコール0を満たす、この R3 の点の集まりということでにしておきますと、そうするとこの0点集合っていうのは一般にはその曲面だったり平面だったりになるというわけですね。で、まあちょっとその0点集合の例としてこういうのを表しましたけれども、ラージ F の XYZ を X2 乗プラス Y2 乗プラス Z2 乗マイナス1と置きますと。そうすると、まあ、この FXYZ イコール0で定まるこの0点集合は何ですかっていうと、まあ多分皆さん分かると思うんですけど、これは原点を中心として半径1の球面を表すわけですね。まずこれを押さえておきましょう。で、そうしますと先ほど の話のですね、まあ、拡張をこの曲面の方に拡張しておきますと、これはちょっと今日は特に何でこうなるのかとは言わずに、こうなるという事実だけ説明しますけれども、曲面この fxy イコール0、一応この fxy イコール0の0点として定まる曲面のことを、まあ、曲面 fxyz イコール0というふうに言いますけれども、まあ、この曲面上のある点 P ですね、点 P における方線ベクトルっていうのが先ほど の方線ベ曲線の方線ベクトルと似たような形でですね、こう与えられます。これをナブラという、やっぱりナブラの F の ABC って書きますけれども、これは、X 成分が X の変微分、Y 成分が Y の変微分、Z 成分が Z の変微分で、それぞれの ABC における値という形でこう与えられます。で、ここで、ごめんなさい。これで、そうするとですね、点 P における、これ、接線って書いてますけど、すみません、これ、接平面ですね。そうすると、この、点 P における接平面の式というのが、このナブラの F と FABC と、それから、X-A、Y-B、Z-C のベクトルの内積の形で、こう、与えられるという話、こういう話、ことが成り立ちます。でしょうか。先ほどの接線の話をここはすみません、接線で書いてみましょう。これは接平面ですね。接平面にこう拡張できるという話ですね。で、この話がですね、どことつながってくるかといいますと、第2回の授業の際に、全微分の話をしたときに、接平面の話が出ました。で、その時の接平面の話を、今の、話に組み込むことができます。で、ちょっと一応思い出すために第2回 の全微分と接平面の時の説明 のスライドをもう一回ここに持ってきました。で、ここではそのどういう話をしていたかといいますと、一応振り返りますと ですね、まあ、2変数関数のスモール fxy が R2 の点 AB で全微分可能の時には、まあ、こういう関係式が成り立っていました と、 fxy というのをFX の AB×H プラス FY の AB×K で、あとはその H の2乗と K の2乗よりも以上の工事 の無限小の項ですね。だから H と K が0に近づくと、まあ、こちらの前の項よりも早く0に近づく項で、の和で表すことができると。で、その工事の無限小の項を省略するとこういう関係式が得られまして、でこれはその R3 の平面を表していて、このスモール F の XY がこの AB の近傍でこういう平面で近似できるということを言ってたわけです。で、ここで出てきたのはこの AB における
この関数グラフ z イコール fxy の、まあ、接平面という話で出てきました。でこれをあの AB における fxy の接平面と言いますっていう話をして、でこの時にその、まあ、こういうですね、あのこの平面の式からあのこの2つのベクトルの内積があの0に等しいので、このマイナス fx の ab とマイナス fy の ab と1っていうあのベクトルはこの接平面の方線ベクトルですよっていう話を説明しました。で、今の話をですね、あの今日のこの因関数によってあの定まるその局面の、 あの接平面の方線ベクトルの話に持っていきますと、あのラージ fxyz っていうのを先ほどのスモール f の xy-z っていうふうに置くんですね。この時はあの z イコール fxy っていう、 こうグラフでこう局面を表していたんですけれども、これをあの fxy-z っていうふうにすると、こ の、 あの fxy のグラフっていうのはこのラージ fxyz の、 あの0点集合として、こう、まあ、因関数の0点集合として表すことができるわけです。でさらに、z を fxy と置いて c をあの fab、fab っておきます と、 先ほどのこの2回目の授業の時に出てきたこの内積のこの式っていうのが、実はあのどうなんだ、z はここですね、 z イコール fabfab だから、ここ z、 ここに c を代入するわけですね。 fab に c を代入しまして、それからこのマイナス1ですね、ここ実はこれはあのラージ f の、 あの abc におけるこのナブラ傾きに等しいということがあの分かります。でこれ何でかというと、その最初に与えられた z イコール fxy っていうグラフからですね、ラージ f の fxyz っていうのはこのスモール f の fxy マイナス z っていう式だったわけですね。でこれの、まあ、x の偏微分だったり y の偏微分だったり z の偏微分を計算しましょうというわけですね。まずこいつの x による偏微分を計算すると、これは fx の xy ですね。で z は消えます。次にこの fxyz の y による偏微分を計算すると、ここのスモール f の xy、 スモール f の xy ですね、スモール f の xy ですね、で z はやっぱり消えます。で最後にこの fxyz の z による偏微分を計算すると、この fxy はあの z を含みませんので消えまして、マイナス z を z で偏微分するから1になる、マイナス1になるんですね。ですのであのこの fx の ab、 fy の ab、 マイナス1というのは、実はこの因関数 fxyz のナブラ傾きの abc におけるベクトルを表すというふうにあの計算で導くことができるというわけです。はい、ということで、まあ、ちょっとあの最初あのなかなか分かりにくいかもしれませんけれども、一応あの第2回の全微分可能性の時にやったとあの関数ですね、あれはあの z イコール fxy っていうその xy と y で z が定まるような関数に対して接平面というのを考えましたが、それが実はこの因関数で定まる局面の、その因関数定理によって導かれるそういう接平面の話 に、 の、まあ、に一般化できるという、ことを一応やりましたので、一応あの押さえておいてください。それからと、あの今回の方線ベクトルの話は、条件付き極地問題の詳しい話は次回、この授業でやりますけれども、まあ、その際にも出てきますので、一応押さえておいてください。